ロー、エブリワン、レッツエンジョイジャブカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube ソロバンチャンネルではですね、皆様のおかげで、毎日ですね、コツコツ、YouTube 側から広告を、つけていただいております。まあ、数百円ではあるんですけどね。ただ、日々溜まっていくんですね。じゃあ、その溜まった金額は、キフタウンというアプリを使ってですね、全国のソロバン暗算学習をしている仲間たちに、お配りしていきたいと思います。もうしばらくですね、まだ今、Android 版がですね、まだ出てませんので、寄付する側のですね、でもうしばらくお待ちください。また進捗状況、変わりましたら、進展がありましたらこちらのチャンネルで報告していきますので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録しておいてください。またそういうような、考えに賛同していただける方はですね、ぜひそちらもチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今日はですね、ちょっと怖い話を、していきたいと思います。ソロバン教室をですね、まあ、ゴリ先生7年ぐらいやってて、結構怖い話ってあるんですよね。結構あります。ただですね、この話はですね、昨日なんですね。ですから、これ動画撮ってるのは27日の水曜なんですけど、アップされるのは28日の木曜ですけどね、26の火曜日の、授業中に起こったですね、ちょっと怖い話を、させていただきます。で、生徒のみんなの中にはですね、ちょっと怖い話、嫌だよ、嫌いだよっていう子がいると思いますので、そういう子は、ここでちょっと動画を止めてもらえればなと思いますので、はい。で、それではちょっと話させてもらいますね。昨日の、授業中ですね、まあ、ゴリ先生のところは3時半から1時間、4時半から1時間、5時半から1時間、6時半から1時間、7時半から1時間と、それぞれの、7時半から30分か、それぞれの授業構成になってるんですけども、昨日のちょうど夕方も5時半のクラスですかね。で、そろそろもうそのあたりって結構もう周りも暗くなってくるんですね。まあ当然教室内は明るいですよ。当然教室内は明るいですし、今やっぱりこういうようなコロナ禍ですからね、扉も開けてて階段の明かりもしっかり入ってくるという、だから教室内はもう絶対明るいんですね。すごく、まあ、むしろちょっと、明るいぐらい、やっぱりこういうような学習教室ですからね、部屋は絶対的に明るい方がいいなと思ってるんで、明るくしてあるんですけども、郷里先生はこういろんな生徒をこう回るんですね。歩いて、どういうような進捗状況かな、ちゃんとやってるかなとか、でその時にですね、こう机と机の間にですね、鉛筆が1本転がってたんですよ、緑色の。まあこれといって柄が入ってるわけではなくてですね、すごくシンプルな特徴、まあ特徴はそんなにないかな。それでもまあ1本、長めの緑色の鉛筆が落ちてたんですね。まあ当然、鉛筆が落ちてますんで、これ誰のって聞くわけですよね。誰が鉛筆を落としてるよ。まあ、その近くの生徒を中心に聞くわけですよ。まあ当然鉛筆を落とすぐらいですから、その周りの子が必ず誰か、投げれば分かりますからね。必ず誰かが落としたんだろうなと思って、これ違う、これ違うなんて言っても、誰も、手を挙げないんですね。いや、僕のじゃない、私のじゃない。で、本当、絶対床に1本落ちてるんで、必ずその周りの生徒のはずなんですよ、絶対持ち主は。遠くから投げてるんだったら、ゴリ先生見つけられますし、ね、まあ、そんなことする子はうちにもいないですし、で結構長めの鉛筆なんで、しっかり使って、ちゃんと持ち主が分かる。まあ、別に派手な感じのキャラクターが入った鉛筆ではないですけどね、それでもしっかり誰かっていうのが明確に分かるだろうというような鉛筆なんですけど、なんとですね、誰も手を挙げないんですよ。誰も落としたって言ってくれないんです。誰一人として、まあ9人ぐらいかな、生徒7、8人か、それぐらいいたんですけど、でも結局その周りには誰もいないっていうんで、もうこうやって鉛筆を持ってですね、こんな感じで鉛筆を持って、誰のって、教室全体、そんな大きな教室じゃないですから、誰のって聞けば誰みんなに伝わりますからね。でそれで聞いても誰も手を挙げないんですね。これはちょっとおかしいぞと思って、でその鉛筆を落ちてたすぐ近くの
あの男の子に聞いたんですね。これ何々くんのじゃない？違う？絶対そうだろう。やっぱり近かったんだよ。けどその男の子違うって言うんですよ。違うって言うんです。でじゃあちょっと筆箱を確認してごらんよ。で、あのなんでかっていうと、その子机に鉛筆なかったんですよ。出てなかったんですね、一本も。で、あれこれじゃあ鉛筆落ちたんじゃない？机の上に乗ってないし。で、当然そろばん弾くときはこうやって鉛筆持ちながらやりなよっていう指導をしてますからね。あ、ちょっと筆箱確認してみなよ。で、やっぱりそれで確認しても全然全然あの僕のじゃないっていうんで、じゃあもうしょうがない。で、だって机の上に鉛筆ないじゃん。たらこう、ちょうど筆箱をカバンの中にしまってある筆箱を出したんですね。で、その筆箱を開けた瞬間なんですよ。筆箱を開けたらその落ちてた鉛筆と同じ鉛筆が4本ぐらい入ってるんですよ。絶対犯人お前だよなって言って、あの全く同じ長さの鉛筆が、同じ緑色の同じ柄の鉛筆が4本入ってたんですよ。もう絶対お前のじゃんっていう話で、そこまで言っても、いや僕のじゃないって言うんですよ。あの不思議でしょ、ソロマン教室って。本当あのそんな、ちょっとソロマン教室はですね、不思議なことが日々起こりますんで、またこの動画であのいろんなネタありますからね、ちょくちょく出していきたいと思います。今回こんなしょうもない話にですね、最後まで見ていただいた方、本当にすいません、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。Zoom を利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。